皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、女性起業家が動画で信頼構築と集客の成果を手に入れる動画のタイトルの作り方ということについてお話をしたいと思います。実はですね、このタイトル、このコンテンツをお話ししようと思ったきっかけが、読者さんからですね、質問が来たんです。で、ご質問の内容がどういうものかっていうと、その方はおそらく、動画集客っていうことをお勉強されていて、タイトルが大事っていうことは理解をしている方なんですね。で、タイトルの付け方が、通常は例えば地域とか第1ワード第2ワード第3ワードっていう形で決めていくような形で、タイトルを並べながらつけていくっていう、こちらはこちらでもちろん戦略としてありなんですけれども、そういう形に私のタイトルがなっていない、今回の場合もそうですね、女性起業家が動画で信頼構築と集客の成果を手に入れる動画のタイトルの作り方っていうことになってますのでね、一見そういう見え方に見えてないので、検索を意識していないんでしょうかというご質問をいただいたので、こちらについて、お答えをしていきたいと思い、こちらの方の動画を撮ってます。今後ですね、動画で例えば集客をしていくとか、あとは信頼構築をしていくということを、していきたい方にとっては、考え方として、一つとして取り入れておいていただけるといいかなと思う内容なので、そんなイメージで聞いていただければと思います。はい、まずですね、最初に、結論から申し上げますと、まず私の動画タイトルは検索を意識しているのか意識していないのかという点については、間違いなく意識しています。表現の仕方が違うだけというふうに思っていただいたらいいと思います。動画のタイトルが大事っていうのは、もちろん Google の施策において、タイトルを最重要視するっていうのは昔から変わってはいないです。要は誰かが何かを検索した時に、その検索キーワードに沿ったコンテンツが、書いてある内容については、そのタイトルを最重要視してその人に見せるように検索エンジンが動くわけですね。 Google と Yahoo が。で、昔は Google と Yahoo がエンジンが違ってたんですけど、途中からですね、何年前かな、1年前ぐらいだったかな、2年前か、ちょっと正確な年数忘れましたけれども、Google のエンジンを Yahoo が相乗りで採用するようになったので、ほぼほぼ似たような検索結果になるような形になったのが今の Google と Yahoo の検索にヒットする内容になっています。そして、さらに時代と状況が変わっていったっていうことで言うと、モバイルファーストっていうことを Google が打ち出しているので、レスポンシブデザインと言われるホームページとかに関してもですね、スマホで見た時に読みやすい、申し込みしやすい、展開がレイアウトデザインが良いみたいな、そういうサイトの方が上位に上がってくるようになりましたし、ホームページと、スマホサイトの順位が違ったりとかするような施策も行っていて、スマホの人を見る人のことをすごく重要視しているふうに施策が変わっていってるっていうこともあります。なのでタイトルそのものはもちろん重視されている項目は変わってはいないんですけれども、そのキーワードをもちろん拾い上げて、この人は今こういうキーワードで探したから表示しておこうとか、そういうのはね全然変わってないんですよ。ただ、じゃあなぜ私が文章的な感じになってるのかっていうことをお話はするんですけど、その前にまずその前段階のですね、じゃあ動画のタイトルのキーワードっていうのはどう考えてつけていくのがいいのかっていうことを先にお話しした上で、私がなんで文章みたいにしているかっていうことを続けてお話をしていきたいと思います。検索を当然意識して作っています。だから、今その話をするっていう感じですね。まずですね、タイトル部分が例えばご質問にあったような、地域とか第1第2第3とかっていうワードを作っていく場合にですね、 Google っていうのはそのタイトルの左側から、割と重要視するっていうことなので、地域を一番左に持ってくるっていうことを考えた場合には、地域ビジネス、店舗ビジネスをしている人にとっては、そこを探している人が多いだろうということで、
まあ、有利に働くっていうことは言われています。ただまあ40文字とか、まあ、何十文字とかそのタイトルの欄に入る中において、確かに左側から優遇されるなという気はしてるんですけれども、じゃあ地域名が後ろだったらそこまで不利かっていうと、私はそこまで不利なような気はしていないっていうのが私の肌感覚なんですよね。おそらくなんですけど、私はまあ、いろんな業種業態やってる中で地域ビジネスっていうとパン教室をやっていたんですが、当時、私のその、まあ、SEO 対策といわれるキーワード対策の、内容を見て広告を打ってくださるのを人にお願いした時に、まあ、私のサイトと私が狙ってるキーワードとかお話しした時に、パン教室という狭いエリアなのに、その町名とかそういう本当に地域のキーワードをあまり入れないで集客してるっていうのはすごいですねって言われたんですよね。で、ああそういうことかっていうのをその時思ったんですけど、まあ、すごいっていうのはどういうことかっていうと、私横浜っていうキーワードで、要は全国区で人を集めたいと思ったので、そういう大きいキーワード、ビッグキーワードって言われるものなんですけど、それでもともと集客してたんですよ。でうちって例えば横浜の中でも鶴見区駒岡っていうとこなんで、通常は鶴見区とか駒岡とか、まあ、入れる時もありますけどね。あと最寄り駅が豊越線の綱島なので綱島とか、まあ、川崎とか鶴見とか、人が交通機関で来れそうなところの町名地名を入れたり、自分が住んでるところの町名地名を入れていきながら集客をしていくみたいな、まあ、そういうやり方が、まあ、大量投稿において、エリアを抑えていくっていうやり方では絶対的に必要なやり方で、例えば駒岡っていう町名でもパン教室って言ったら私だけになるみたいな、全部の投稿が私だけになる、そういうこうオセロで、黒と白をひっくり返していくみたいな戦略をやるときには、そういう小さい地域をまず真っ黒にして、真っ白っていうのか勝つ方だからね。で例えばその隣が、私駒岡の隣って地域あんまり覚えてなくてあれなんだけど、なんだろうな、じゃあ忘れちゃったけど獅子ヶ谷とかいうとこがあったとするじゃないですか、大曽根とかね。そうするとそこの中でも1番を取って、そこの中でも1番を取ってって、そのエリアをじわ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 増やしていくと、結局鶴見区っていうので調べても私のサイトしか出てこないみたいな作り方をすることができるのは、まあ、ランチェスター戦略に沿った動画の大量投稿の戦略の一個なんですよね。で実際にそれっぽいことももちろんやってたこともあります。ただ同時に私は全国区を狙いたかったので、普通に横浜とか神奈川とかそういうキーワードでも上を取りに行ってましたので、まあ、50万件の中の、まあ、1番2番3番とかそのあたりとかねやってました。でもさっきみたいにものすごく地域に絞ると2万件の1番とか3万件の1番とか1番になりやすいので、まあ、結果近所の人集めるにはいいということで、まあ、地域密着でやって、そこの中からガサガサ人を集めたいっていうリピートビジネスですね。整体院とか美容院とかパン屋さんとか、私はパン教室なんでパン屋さんではないので、そういうこうリピートが日常的に近所で繰り返されるような業種業態の時には地域は大事なんだろうなっていうのはね感じたりとかします。で第2ワードとか第3ワード、最重要キーワードとか、まあ、いろいろあるんですけどね。例えば私の場合には最重要キーワードパンの時にはですね、天然工房パン教室横浜、これが最重要キーワードでした。でじゃあサブキーワード20個とか、そのサブサブが50個で、さらにサブサブサブが100個っていうのを用意して、それを組み合わせながらタイトルを作っていくっていうやり方で、それに見合うだけの、有料なコンテンツ、お客様にとって役立つ情報ですね、それをまあ発信していくっていう、そういう戦略でやってたことがあって、例えばそのキーワードとか組み合わせは若干変わるにしても、そうですね、例えばそうだな、天然酵母、白神小玉酵母の酵母起こしの仕方みたいな、そういうノウハウを伝える動画をタイトルで作るとするじゃないですか。だけれどもその後にさっき言った大事なキーワードですね、天然酵母パン教室横浜みたいな、それを必ず入れ込むみたいな、まあ、ことをやりながらタイトルを作ってたりとかしてたんですね。そうすると例えば教室を探す人っていうのは、特にまあパン教室の場合とか、地域を先に入れる方とですね、業種業態と特徴とか内容を先に入れる方が
いろいろいらっしゃって、私の場合にはやってる内容がちょっと特殊な感じだったんで、特殊なものを習いたい人向けっていうことで考えると、業種業態の方が地域より先なんですよね。それによって全国区の集客になっていたので、その内容が良ければ飛行機に乗ってでもレッスンフィーの3倍する交通費を払っても人が来るっていう状態を作ることができていたので、内容の方を重要視してた人だったんで、地域名は後ろになっちゃうんですよね、そういう形で言うと。だから先ほどのタイトルで言うと、天然酵母の、白神小玉酵母起こし方とかっていうのをノウハウで伝えようともタイトル1個つけた後に、天然酵母パン教室横浜綱島とか、そういうのをこうキーワードに入れたりとかして作ってたりとかはしてたのがパン教室の時でした。で、私今コンサルタントになっています。で、私自身が、どういう人に来てほしいかっていうのを考えた時に、教室の先生とかになりますので、これからなりたい人、すでになっている人、どちらでもいいんですが、悩みの多くは、集客っていうことになっていますので、その集客っていうことを考えた場合に、そのキーワードは必要にはなってくるんですけど、集客っていうキーワードはですね、コンサルタントは大概集客を教える人がほとんどなので、ものすごいこういっぱいダーッと出てきてしまうんですよね。で、その中でも、皆さんからどうやって私を探したかっていう、実際に私と会うことができた人に、検索をかけた人に、その言葉とかを聞いていきながら調整をかけていくと、どうやら、教室集客女性コンサルタントとか、教室開業、企業とか、いろいろあるんですよ、キーワードが。その中でやっぱり皆さんがね、一番、なんていうのかな、キーとして感じられるのが集客っていうのが分かってたんで、集客は外せないよねっていうふうに思っているのと、あとコンサルタントが男性の方が多いので、女性コンサルタントっていう言葉も引いてる人が多いんだなって途中から分かったんで、それもキーワードの中に入れていったりとかですね。だから女性だから女性に習いたいっていう、そういう感覚があるなと思うんですけれども、それによって、それを探している人にヒットするように、あらゆる角度とあらゆる媒体で私はそのタイトルを変えながら、いろんな属性の人をいろんな形で集客をしています。もちろん今回のお話は YouTube で動画のタイトルの付け方なんで、そちらの方はね、やってますけれどもね。で、当然その下にある詳細説明っていうのは、私自身に興味を持ってもらったら、動いてもらいたい、内容について、例えば LINE アットを登録していただくとゆっくり長くつながれる、メルマガを読んでいただくと私の思想を理解してもらえるということで、 LINE アットとメルマガが一番上に載ってます。で、その後ホームページとか見てくれたらいいなとか、いろんな活動してますので、そういうホームページとかいろいろ書かれてたりとかですね、そういう感じで使ってるんですけれども、それ動画からの場合です。ブログからの場合とかでも、やはりタイトルが大事になりますので、自分のお客様に探されたい、ないしは探すであろうキーワードを中心に、やはりタイトルを作っていくっていうことはずっと心がけていました。で、そのキーワードっていうものは、じゃあどういう形で考えたらいいのかっていうと、Excel とかでシートで作る場合に、地域名、さっき言ったみたいに私横浜なので、横浜ベースで言うと、まず、横浜が大きいのは もうちょっとちっちゃくなっていくと、エリア、綱島とか鶴見とか川崎で、さらに綱島をもっと細分化すると、駒岡とかいうエリアとかが出てくるんですけど、そういう、タイトル部分と、あとパン教室ですね。これパンって入れちゃうとね、弱いんですよ。お店と一緒に出てきちゃうから、パン教室ってちゃんと教室って名前をつけないとですね、それが出てこない。で、パン教室もいろんなパン教室があるので、天然酵母パン教室みたいな形が一つ特徴だったんで、それと探されるであろうキーワードを先に全部書き出して、それを組み合わせしながらタイトルを作っていくっていうのは、通常そのキーワードでね、やる場合とかっていうところでは考えていくべき内容なんですよね。例えば、Google、Yahoo とかどっちでもいいんですけど、こう検索かけると途中からこう候補が出てくるじゃないですか。サジェストキーワードって言ったのかな、確か。で、それを見ながら、皆さんこういうの探してるんだなって思いながら、そういうのにふさわしい内容に変えたものを
まあ、動画だったら喋っていくとか、あとはやはりお悩み系の方とかの解決手段を教えてあげるという動画は非常に人気になるので、ヤフー知恵袋とかは普通に使ったりとかしていますね。要は誰かが答えてるんですよ、親切な誰かが。で、その親切な誰かが答えている答えと自分の答えが仮に一緒だったとしても、自分の見解っていうのを付け足して、それをまた喋っていくっていうことで、自分の専門性とオリジナリティが出てくるので、質問者の意図は質問者の意図なんです。で、それに答えていく人たちの考え方とか性質がもうあなたの個性っていうことになっていくので、当然その答えている人とは当然違っていくケースがありますけれども、批判とか否定とかしなくていいんです。質問だけ引っ張らさせてもらって、それを自分で答えていくっていう、そんな感じがいいんですよね。あとは電車の中吊り広告とか、本屋さんに行って雑誌の表紙になって出ている言葉とか。だから私そんなに、まあ、本はよく買ってたんですけど、整形のための綺麗なビジュアルのパンの方が多かったんで、そのキーワードっていうことで見てたわけじゃないんですよね。キーワードだってやっぱ雑誌の方がトレンドですよね。なんで雑誌とかの表紙とかに使われているそのパン系のなんか、そういう雑誌とか、こういうの今みんなが興味があるんだなって言ったら、そのキーワードを入れながら、旬なキーワードですね。まあ、今全然違うんですけど、例えばクロワッサンが流行ってるとかって言ったら、クロワッサンの、織り込み記事はどうしたら簡単に27回54回とか織り込んでいけるのかみたいな、そういう話題とか作っちゃったっていいわけですよね。なので、その流行ってるかな、みんなが知りたいであろうなキーワードは探す努力は必要なんですけれども、そちらの方をいろんなところからネタを仕入れたりして、まあ、やる。で、もう一つのそのね、ご質問が、要は文章化するかしないかっていうところに関してなんですけど、キーワードは私理解してるし、ちゃんと検索してるんです、データで。こういうキーワードが何回ぐらい、月間検索回数っていうのがありましてですね、そういうのは一応見てはいるんですけれども、キーワードだけポンポンポンって載せると、確かに引っかかるというか、検索かけた人がそれを見るっていう可能性はとても高いんですが、特に女性の場合はっていうことを考えた場合に、心が動き、見たいと思い、クリックしてもらってページに飛んでもらわないと意味がないと思っているので、そうするとですね、ぶつ切りの、例えば天然酵母パン教室横浜、天然酵母起こし方とか、こういう文章よりも、クリックして読みたくなるようなタイトル文に変えておいた方がいいですよね。もうその最後の事務的なやつ、天然酵母横浜パン教室とか、そういうのは事務的にまあくっつけちゃってもいいんですけど、流れとしては、例えばその、まあそうだな、悩んでいる人を中心にするのであれば、何度作っても天然酵母の起こし方がうまくいかない人のための、天然酵母の簡単な起こし方のコツ3とかね、3つのコツとか、なんかそういうふうなタイトルで書いてある方が、その後ろに例えば地域名とかなんとかってかくっついちゃってきてたとしてもですよ、その内容そのものに興味がある人は、そのタイトルをクリックして、その欲しい情報の先に飛ぶ可能性が高いというふうに思っているんですね。なので、なんだろうな、引っ張るためにキーワードあってもいいと思うんですけれども、私は自然の流れの中に、キーワードは意識してます。意識しているんだけれども、文章をなるべく頑張って作って、自然な雰囲気で読み物として読んでもらいたいなという感覚でタイトルを作ってるので、文章風になってます。だからめちゃめちゃ検索は意識しています。してるかしてないかと言われたら、はい。なので、じゃあ今日のタイトルをもう一度復習すると、女性起業家が動画で信頼構築と集客の成果を手に入れる動画のタイトルの作り方っていうふうに言ってますよね。そうすると、この中でキーになってくるのが女性起業家です。まあ、女性っていう単体の言葉でもいいんですけどね。あと動画っていう言葉が入ってるんで、動画困ってる女性起業家とか、そういうのが探す可能性が高い。あと、信頼構築と集客の成果って言ってるので、そのあたりに悩んでる人とかなら、いいなと思って見る可能性が高い。そしてタイトルの作り方と書いているので、タイトルの作り方に悩んでいる人ならなお見る可能性が高いです。そしてたどり着き、この動画を見るということは、こういうことを教えてくれる人なんだということで 信頼していただく。
まあ、その信頼が深まればね、当然私のサービスにいつかは申し込む人いるのかもしれないですけれども、そういう感じのゆっくり遠巻きに仲良くなっていくっていうために動画を使っています。なので、集客の成果っていうところで言うと、遠い集客ですね、おそらく。私と接触頻度が増えることによって、あ、この人いいな、この人からお話聞きたいな、情報を習いたいなっていう、情報いろんなことを聞きたいなって思ってもらったら、初めて本当のお客さんに転換するだけなので、そうでなくて、今みたいにお話を私がしている内容、かなりノウハウ言ってます。これ実践するだけでも結構いい感じの動画の効果が出る予定なんですよ。まずそれをね、自分で実感してもらって、でその後信じてもらった方がいいかなって思ってたりしてます。だから私、こういうふうに皆さんにお伝えをしているっていう感じなんですね。ですから、最近の Google とか、さらに AI 化が進んでいて、これが本当か嘘かっていうのはちょっとまだ検証が終わってないんですけど、一部聞いた話によると、その調べた検索ワードがあったとして、で Google はその人がしょっちゅう何を検索してるかっていうのを理解してるんですよね。そうすると、例えば私のブログで私が意図的に、きっとこういう人が見てほしいっていうので、タイトル H1 とか、あとディスクリプションって言われる説明文120文字のところがあるんですけどね、あそこに意識して文章書いてるんですけど、長い文章を書いているとするじゃないですか。そしたらその人がいつも検索してる傾向から、そこの引っ張ってくる文章をなんか変えるっていう、なんかそういう仕組みとかも動いてるらしい噂を聞いて、ああ、ますます AI が進んでて賢くなってるんだな、Google とか 思って。そうすると、なんか無理にそのキーワードをいじってっていうよりは、自然にその人たちが聞いたらためになる、その対象の人が聞くと喜ぶというような内容にしておく方がいいかなと思います。ただ私の場合には、大概その外向きで言うと、動画は動画でもちろん単体で見てもらっても学びがあるように作ってあるんですけども、今んとこ Google がまだ音声認識まで行ってないので、中身何喋ってるからこの動画素晴らしいとかっていう評価をしてくれないんですね。だから文字起こしする必要があるんです。なので私は動画で喋ったものを文字起こし、昔は自分でやってたんですけど、今は外注さんのパートナーさんに起こしてもらってますけど、でそれをまた整えてアップするっていう、そういうことをやってるんですね。だから文字化しないと今のところ検索には引っかかりにくい状態になってしまっているので、動画のタイトルだけで引っ張ってっていうことで考えた時には、大量投稿の時にはすごく有効で、1分とか1分半でいいです。ただ私が作っているこういう動画はコンテンツ動画って言われるものになるので、意味合いがちょっと変わってくるので、本当にこう真剣にそういう知識を学びたい人、知りたい人のために、ブログを作りたいがために動画を作っているっていうのがこちらの動画になるので、当然それに合わせたタイトル作りっていうことになっています。ですので、動画はものすごくよく使えるツール、集客ツールであるのは間違いないし、制約のツールとしても非常に優秀なツールだなっていう感覚はあります。なので、使い方が違うっていうことを理解して、使っていただけるといいかなと思います。ただ、女性は共感してもらうっていうことを非常にこう重要視するので、ぶつ切りのタイトルよりは、おそらく悩みに寄り添った共感するようなタイトルの方が、クリックされやすいし、その中に自分が意図した戦略的なキーワードですね、それを上手に散りばめながら、1タイトルに3から5入れたりとかしながら文章を作れると一番いいかなというふうに思っているというのが私の答えになりますので、ご参考にタイトルを作っていっていただければと思います。それでは。